これからも一緒にいようね。ついに先日高校卒業し、4月から社会人です。何か社会人として意識するべきことがあったら教えてくださると助かります。序文失礼しました。なんだろうね。わからないなまあでもよく聞くのはあれだよね、メモするみたいなさ、よく聞くけどね。まあでも結局そのメモを取る意味をよく考えるみたいなとこなんかな最近 YouTube でさ、こう仕事のメモの取り方みたいな動画見たから、メモ一つ取るにしてもめっちゃいいメモの取り方とかあるみたいだから、そういうの見ると良きかもだね。その人は教えてもらったことを書くメモと、自分が分からなくなった時に見返すマニュアル用のメモみたいなのを2つ用意してて、ああそれめっちゃいいなーってなったね。まあ、あとは息抜きも大事だよねーって思います。ファイトです。